の特訓料って知ってる？300日24時間体制で合格を目指すんだって。偏差値40からの大学受験、慶応進学会。かなりマジだぞ。一人で悩むより受験のことはプロに相談かな。慶応進学会は大学受験のプロ集団なんだぞ。偏差値40からの大学受験、慶応進学会。なるほど、いいみたい。